こんにちは、 AK テクノス清水です。本日ご紹介するのはこちら OKK 縦型マシニングセンター VM7-3 2006年製です。 OKK の VM シリーズといえば累計生産台数6000台を超えるスマッシュヒット機種です。その要因は何なのでしょうか。例えばこういった間口の広さ、そして今ご覧になられたようにゆとりある加工室内、そしてこういったところにステップを設けるなどユーザーの目線に立った設計、そういった一つ一つの気配り、これが要因の一つかも分かりません。一つ自信を持って言えるのは調合性、このキーワードです。もちろん各軸各スライドを使っていますから合成は折り紙付き、そしてこの VM シリーズ各部に三角リブ構造を採用しています。この三角リブ構造を採用することによって剛性はアップします。そしてしかも吸振性もありますので、要は触れないんですね。ですから精度、安定した精度を実現しています。もう一つ理由があるとすれば OKK の純能力、これが挙げられると思います。というのもご存知の方も多いと思いますが、この VM7 数年の間に2回のモデルチェンジをしています。VM7-1 から始まり7-2、そしてこの7-3です。いずれのモデルも本体自体に変更はありません。カバーの形状が変わったりオプションが広がってくる、こういった違いになります。言うなれば OKK は一度設計したモデルにこだわらず、新しい技術が出てきたらそれを積極的に取り入れる、そういった純能力、これが裏付けられていると思います。具体的な変更点を言うとですね、7-2からは主軸の性能がアップし、そしてフルカバーが標準化されました。で、7-3になりますとストロークの延長も可能になりまして、制御装置は今度はファナックの 180i が搭載可能となりました。この 180i Windows ベースで CE モデルとなっています。これによって処理速度が格段とアップしまして、さらには無線通信、こういった機能も充実して優秀なモデルとなっています。さあ、不動の人気機種 OKK VM7-3、 本機は Z 軸のテレスコカバーのない標準タイプとなります。そして全ユーザーさんの指定色であるグリーンカラー、 VM シリーズとしてはレアな1台。もし全て他の設備がグリーンカラーというあなた、まさにこれは運命の一台じゃないでしょうか。動作確認は、続きの動画をご覧ください。お問い合わせお待ちしております。